そうするとね、ここのね、お尻の付け根のとこが伸びるんです。まずは気持ちよく、今でほら6分02、ジャスト、僕の趣味のジョギング、そしてマラソン、ストレッチのやり方とか、ちょっとした、軽くフォームの話、それからこの間は実際走らせてもらいましたけれども、そもそも、僕がマラソンを始めたのは今からもう10年近く前ですね。最初ルームランナーでずっと走ってたんですけど、10キロで止まっちゃうんですよ、ルームランナーって。1回リセットかかるんで、また止めてっていうのがなんかこう面倒くさくなってきて、そこで初めて外を走ってみたっていうのが結構きっかけだったんです。走るってルームランナーでやるものだってそれまで思ってたぐらいだったんですけど、外でやっぱり気持ちよくなって、そこから10キロ12キロ、ちょっとずつ伸ばして、ハーフマラソン21キロぐらいを一人で走った時に、なんか見えてきたものがあって、それで結構ハマって、その年にフルマラソンに出たっていうのが僕のマラソンの始まりですね。その時にチーム気合って言って、この名前も一緒にこう大阪マラソンを出ませんかとかって話をくれた方がつけた名前で、もうこれがいいですよ、気合にしましょうって言って、宮崎の友達や大阪の仲間や東京の仲間なんかが大阪マラソンに出たい、応募して当選する仲間もいるし、それでチームを組み続けて今に至るという感じですね。毎回水野さんがこうやってウェアを作ってくださったりするんで、これでモチベーション上げて毎回走ってますね。僕の好きなサプリ、走る時のサプリ、ちょっとすいません、これあのパッケージがありませんけど、乳酸革命というやつで、インターネットでも買えます。こういう黄色い粒で、これはですね、本当に僕はこれを飲むようになって疲れなくなりました。ライブの前も飲んでます。あのコエンザイム Q10 とか、とにかくそういうリカバリー系のものがたくさん入ってるので、僕で6、7粒ぐらいかな、10キロ走る時とか、フルマラソン走る時も飲んでます。これを飲み忘れると、あー忘れたって感じで、こうなんかドキドキしちゃうぐらい、もうね、これは絶対走る前に飲んでます。で、これ直前、これベスパって言って、スズメバチのエキスが入ってると言われる天然のアミノ酸。基本的にはだいたい走る前に飲むものってアミノ酸がメインになってくるんですけど、なかなかこう人間の体では生成されたりしないものなんで、外部からこうやって取って、そういう持久力だったりエネルギーを貯めます。で、走り終わると疲労した筋肉を、このムサシというところが出して、このニーっていうですね、回復するもの、傷んだ筋肉とかを修復してくれるという力があるサプリなんで、走る前、走った後は自分がお好みの、いろんなの売ってますんで、もう試して試して試して、これもね、結構楽しいんですよ。駄菓子屋さんみたいにいっぱい売ってるんで、今日はこれ飲もうとか、そんな風にして、結構これも大事かなと思います。あともう一個、絶対僕がやってることがありました。走ります、家に帰ります。そうするとですね、ほんとこれぐらいでいいんで、水溜めた桶を置くんですね。で、冷たい水を張って、その中に、ここまで水に入ります。で、しばらく冷たいなと思いながら、時には氷とかも入れます。氷をザバザバ入れて、冷やしてお風呂に入る。温める。ぎゅーっと冷やす。温める。これ大体3回やります。そうすると、足の1回血管がぎゅーっと冷たい水で収縮して、あったかいお湯でバッと開いた時に血流がドンって流れるんですよ。それで乳酸とか、そういう疲労物質が流れるんですね。で、また締める。血管を広げるってやって、そうすると筋肉痛にほとんどなりにくくなってきます。とにかくやっぱり冷却って大事なんですよね。ケアも、練習のうちだと僕のコーチはいつも言ってくれますね。僕はマラソンとか、ランニング大好きなんで、自分の体で見つけた走り方っていうのはこんだけこうお伝えできるんですけど、僕のコーチ一人、大隅コーチという方がいまして、その方大隅チャンネルっていうのをやってるんですよ。僕それめっちゃ見ててコーチの直接の指導もあるんですけど、その YouTube 上での大隅チャンネル、もういろんな情報あるんで、ぜひこれはもう参考にしてみてください。